ムスプレゼンツ岡田桜井のチャーハンが食べたい。よいしょ。こんばんは。毎週月曜日夜10時半からの岡田桜井のチャーハンが食べたいでございま す、ね、今日それは寒いやろ。じゃあ今日はだって32度やったもんな。昼間は暑かったけど。何でお前その映ってないけど下駄これね、執筆活動始めるのなんでやねん、芥川みたいな。そんなことない。今日は下駄かなっていうやつやんか。あるやろそういう日も。今日はだって集まったもん、うん、昨日の朝だから。昨日夜勤やったやろ。そう、昨日何時寝た。昨日、いや朝まで遊んだ今日。あ、そうなんだ、うん、1時ぐらいから、うん、台風エグかったやん。すぐもう土砂降りやったね。もうあのうちのこのさ、うん、入り口2個あんねんけど、うん、自動ドアが両方ぶっ壊れて、おお、あの風で、風でそう、うん、で片方の自動ドアが閉まらんくなって、うん、片方のドアが開かんくなって、うん、入れんの入れんのそう、でも、うん、雨がすごすぎて、うん、開けてたらもう帰ってきちゃうってなったら、うんうん、これ閉めがしゃあないなって。電源切って、うん、もう閉めて完全に、うんうんうん、内側から張り紙して、うん、あの申し訳ないんですが、うん、保証のため、うん、手動でお願いします、うん、はい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 、高圧ドアをさ、うん、もうこう開けな、うんうんうん、したらもうなんかびしょびしょの女とかが、うん、もうだから今日祝日やから夜中まで遊んで、あーなるほどね。でも傘買いに来たびしょびしょの女とかが、うんうん、もうこうやってグーこじ開けてな、超怖くてしょうがないけどな。びしょびしょで傘があって、おっ怖っ。誰か押したやろ。誰の Happy birthday to you。 早つけろ。 Happy birthday to you。 あら、あー Happy birthday to you。 おー、ありがとうございます。あ、そうやそうや、おいでおいで。ありがとうございます。そうやそうや。え、振動が、はい、誕生日、いつ誕生日やったの。14日に誕生日を迎えました。14日に誕生日、何歳になったんですか。22ですね。22歳、はい、あらまあ、どうですか、22歳の考えは。22歳はあと20秒がちょうどいいよな。お前の誕生日に知るんだ。20歳超えたらもう何も思わない。確かに。まあでも今年1年の抱負は言っといた方がいいんじゃない。今年22歳、どういう年にしようか。今年はだからまず M1 通るってことですよね。あ、1回戦ね。みんなに追いつくというのが、うん、とりあえずの、うん、あと何、あと何、あと岡田さくら殺す。殺すなよ、まずり的に殺すなよ。さあ、はい、ということで、ちんとくん誕生日、はい、なんで俺らを殺すの。でも何も思いつかない。最初に思いついた言葉が岡田桜井殺すだ。ちゃんとやっぱ本当に思ってんだ。その松井ゴリラはさ、松井コーチね松井コーチね、一番愛すべき後輩なわけやん。はい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 、はい、おめでとうって LINE したの。してないです。あ、そうなんや。言わずもがな、誕生日も知らなかった。え、お前もつい最近じゃなかった。9月3日でしょ。そうっすね、9月3日。そう、チャーハンで何もフレーズや、全然やってないやん。そうそうそう、確かに。それは何か言うの、相方には。あ、僕あの、うん、多分12時ぐらいにも LINE しました。あー、おめでとうね、高平くん、お誕生日おめでとうって LINE しました。そうなんや、残りいいの、うん、なんかまとめてきましたよ。あー、ペン。あ、ほんま、やっぱ軍団から。友達といっぱい一緒にいて。あー、なるほど、高平くん、じゃあみんなで起きたそうって軍団から来ました。言われたことないわ。そんなわけないし、カネと言われた。ああ、そういうことか、桜井さん。いや、気持ち悪いやろ。え、もう何回目の誕生日やねんって話で出会ってから、もうええやろ。来ました。悲しい、もうええやろ。俺は毎年言ってんのにな。あら、あら、お誕生日ひどい、それひどいっす。言ってないよ、プレゼントもね。なんやったらお前今年もだって8月8日ちょうど8日やったやん、チャーハンが、はい、考えるのめんどくさいっつってねんから。誕生日企画もうええやろ、別に企画にせんで。毎年ペアリングあげてんの。ガチャガチャなるやろ、指曲がられたりいかつ鎧みたいになっちゃう。いかつくね。さあ、ということでね、本日もよだれワードいきたいと思います。今日のよだれワードはね、はい、なんか今日かっこいいね、うん、これあのアメコミみたい。あのね、あのパフィーの大貫さんがね、誕生日なんでね、うん、あのパフィーのアルバムの。パフィーか、それが分からへん。パフィーです。歌手の、まああの調べ、え、ヤマナハートの、ヤマナハートか震える方の、すごない。カニの、カニのカニのね。カニのよくカニを食べる。よくカニを食べるで、歌うたびに食べてるわけじゃないの。カニの一芸で、カニの一芸してくれた。まあまあアルバムをね、調べてみれば出ました。はいはいはい、はい、今日はね、あ、何個かあるのね。散りました、うん、4本立て。はい、なんか広島が優勝したり、はい、野球の話ですね。台風が来たりですね、はい、謎肉だったり、はい、うん、あとマンガ太郎って、マンガ太郎、はい、ああ、広島はもうだからリーグ優勝、うん、
しましたね。連覇。もうさっきですね。もうリーグ2連覇です。はい。去年まで。ビールかけ4000本。うわすごい。したらしいんですよ。去年よりもう1000本。そうね。あ、そう1000本多いんだ。ちょその記事のかけ癖あって、まあみんなと選手、監督、さらに骨折して離脱していた鈴木。選手だよ。胃がんの克服を目指す赤松もゴール。ちょっと嫌や。なんか言わない。なんか言わない。あんまかけたらあかんした。去年より1000本多い4000本のビールが一瞬で泡になった。いや、もともと泡だし。泡が泡になったんですよ。でも巨人が強い時代は終わった。確かに巨人か阪神か。俺は野球を全く知らんからさ、はい、いやね、今年だから特に早いやん、この決まりが、ね、これはもうすごい強いめっちゃ強かった、ね、広島って俺の中ではもうめっちゃもう再開争いしてる、ね、昔のだから我々が子供の頃は、うん、広島横浜がこう弱いんですよ、そうそう10年ぐらい前、広島と横浜のイメージもうその感じだったんですけど、今はもうちなみにヤクルトだけが弱いそうだ、横浜も弱くない、横浜も今3位争い、巨人あ、そう阪神は阪神はもう2位候補確定です、ね、勝ってる3位が横浜なのか、うん、巨人なのかでもう結構デッドヒートです、広島は調子です、もうバイエルンぐらい強いです、バイエルン強っ、めちゃめちゃ強いです、マジでバイエルンぐらいです、あ、そうなの、本当に強いです、で、バルサがバルサがソフトバンクです、あ、ソフトバンクは、あでも、マジで CL で当たりますって京都サンガは京都サンガは野球で言うただただ弱い、京都サンガはもう群馬ダイヤモンド対応してますよ、対応何がお前 BC リーグの対応したシーンがあるでしょ、多分一応ちゃんと球団やろ、広島は去年は日本一に なったんだっけ、去年はなってない、なってないのか、日本一にはなれへんかった、結局あのセリーグ優勝したけど日本シリーズ、その後の日本一、はい、パリーグのね、チームと優勝決定戦で負けました、はい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 、ちゃんとなんか旅行のロケした時に見てたの、見てました、ね、あ、みんな向かいが見てたよ、あれがこっちにケツ向けながら見てたよ、日本シリーズあれは違うんですよ、あれはだ、日ハムの方が優勝する、優勝するし、あー、そうか、そうか、あ、でもそうか、去年のこれぐらいの6月ぐらいです、それはもう日本ハムが頑張ったっていうのがまあ1個目、1個目とかね、まあ台風はまあまあ台風がさっき知りましたね、まあみんな知っとるかな、あとこの謎肉っていうなんかそう、カップヌードルの謎肉ってあれ上に乗ってるやつ、普通にヌードルに入ってるあのね、あの四角い立方体の中に、そう、あれがなんか46年目の真実って言われて、はい、あのこう実はずっと謎になってたんやけど、はい、じゃあ大豆ミートですと、はい、肉の成分とあと結構大豆が使われててっていう、はいはい、純粋な肉ではない、そう、実はこうハイブリッドフードだというのが、はい、一応発表されたという、あ、じゃあちょっと栄養もあるってこと、栄養っていうか、なんか今後だから使える技術、だからまあなんかよく、いや、あるやつをなんか急に今更言ったんですよ、うん、だからあの、ね、ネギトロの、うん、あの、あれはあのマンボウの肉ですよみたいなあるじゃないですか、それに油をさせる、油じゃないですよ、加工してたやつですよみたいな、結構なんかそのあるあるが、うん、なんか一周したあたりで急に、うん、急にね、そうだ、タイミング的には全然良くない、同一でしたよ、うん、いやだってもう、あるし、そう、豆腐ハンバーグとか、あるし、普通あるもん、もうだって謎肉って言えへんもんな、だからもう今あえてやるみたいな、24時間テレビの当日までランナー発表しないっていう引っ張り技法、今更今年あえてやるみたいな、同じなんかそういう時代なんですかね、あえてが流行ってるのかね、謎肉って多分これネット発信のことじゃないですか、あ、まあ、そうそうそう、あれにね、それを今日清の側が使ってるじゃないですか、うんうん、ねえいや、なんか言えそうやったやん、今言えそうだったよ、言ったらよかったのに、本当に怖いから僕はね、なんでビビんの、いいよ、怖いから怖いよ、あんま、お笑いやめろ日清できますと怖いからそんなことないけど、怖いからはやめ、怖いよ、ちょっとそう、でもなんか謎肉祭りみたいなメンドルが出たもんね、いっぱい入ってるみたいなさ、めっちゃ謎肉が入ってるってやつ、そんな嬉しいけど、カップヌードルデーブ松井さんですよね、そんなことないよそんな全然リアルにさ、カップヌードルってどれぐらいの割合で食べてる、まあ、カップラーメンってあるやん、カップラーメン自体は、うん、あ、カップラーメン、カップラーメンの中でカップヌードルってどれぐらい打率、あー、結構高いのよ、カップヌードルの打率、いや、僕もそうです、俺も高いよ、うん、伸びすごいのよ、もう全種類合わせたらですよ、シーフードとか、そう、まあ、特に俺はもうシーフード、いや、俺もシーフード、うん、僕はチリトマト、チリト、ああチリトマトね。なんで俺もう2週間ぐらい前にカップヌードルミュージアム行ってきたんだよ。じゃあオリジナルのラベルなんですけど。僕本当多分1割ぐらいじゃないですか。
え、全カップヌードル、カップラーメン、ラーメンをまずあんま食べないんですけど、カップヌードル、確かにね、玉のカップラーメンね、いいやつ食うんですよ。そうっすね、玉のそうっすね、ほんとは一番出世しないタイプ。なんで、お前はいいお店が僕ですか。僕もほとんど食べないですね。カップヌードルは僕、豚キムチ食べちゃいます。あー、俺もめっちゃ食べるスーパーカップ、スーパーカップ、スーパーカップ、もう無理無理、なんでですか、胃もたれしちゃうから、もう高校の時食ってる、そうそうそう、食られるやつ、あの、全く意味わかんない、あの、3Dハハハハ、全然ピンとこへんねん、あれ全く意味がわからない。豚キムチです、量は多いよね、とりあえずね。あれあるけど、あれのもやしの方、パンパンのもやし入ってます。シングルパックとかパンパンのもやし入ってます。あんな誰も食ってない。もうあるあるは、すごいな。焼きそば、焼きそば、焼きそばは僕、ペヤングです。あー、そうなんや。全然、まあ、結構ごつ盛り、ごつ盛り多め、結構ごつ盛りってほど、ごつ盛りやった、ごつ盛りでしょ、ごつ盛りか、うん、あのオレンジの、オレンジ、そうそうそう、あー、食べたことない、結構ごつ盛り行くよ。あー、うん、だからペヤングがなんか一番うまいとされてません、うん、まあ、そうですね。俺は全然一平ちゃんやねん。あ、一平ちゃんすんな。俺、からしマヨやねん。あー、マヨネーズだね。全部好きです。UFO も好きだし。UFO、あ、UFO あかんわ。いや、もうソースが食いたいときは UFO。あ、まあ、選択肢。マヨネーズ食べたいから一平ちゃんを食うし。お前は？僕はペヤングの超大盛り。食れるな、お前は。食ってるな。あれも、でもマジでやっぱ俺食ったやからな、もうやっぱくない、あれ。あれだって2000キロカロリーとかありますよね。そうなんや。一緒にもう一個でかいの。あれはやばい。ボブサップってのがある。ボブサップ。え、あれのもっと大きいやつ。あれの倍です。ダブルの倍だから。4000カロリー。が売ってた。売ってたっす。食べれんの？僕はマヨネーズかけて。カロリー足しに行ってるやん。5000乗ったやん。すごいな。カロリー5000乗ったやん。マンガ太郎、マンガ太郎、ジャンプのやつだよね。ジャンプにあのマンガ太郎先生っていうね、あの昔有名作家の方があのまたあの連載がね始まったんですけど、あの3ページで打ち切りになりました。あの史上最速のペースでね、ワンピースみたいな見ながら始まって、見たわ昨日編集部のミスであのボツの原稿が載ったし、もうジャンプもここまでボケるよ。すごいな、すごい時代だと思う。ワンピース丸パクリ3ページだって。すいません、師匠、やめてました。さあ、ということで本日の企画こちら、はい、ババン勝手に世直しマニフェスト。さあ、ということで、はい、まあ実は魔人武骨が2人お休みだった時に、はいはいはい、岡田桜井、新藤上条で、うん、まあ、ちょっとそんな時間があったんですけど、自撮りのやつですか、自撮りの、そう、自撮りの企画やってた時に、はいはい、なんか、なんとなく、なんていうの、その世の中への不満じゃないけど、例えば、もう通信制限も良くない、はいはいはい、とか、ね、なんかちょっとそんな話になってんな、はい、っていうのをで、ちょっと今回は後半行ってみようかということで、はい、まあ、日頃思ってるような、はい、まあ、自分の力ではどうにもできんし、はい、うん、別に声を大にして言うことじゃないけれども、はい、ちょっとこれ気になってるんですけど、皆さんどうですか、はい、みたいなことを、ちょっとこう集めてみて、ちょっと変えようと。そう。で、今日出た中の1位、ベストマニフェストは、ちょっとマジで、その国に訴え出ようかと。あ、ちゃんと陳情。そうそうそう、太田総理スタイル、そうそうそう、ちゃんと陳情しようじゃないかということ、この番組から提出してくれるのかな。提出しよう、それは手続き等もろもろ、それはもう岡田桜井の名前を出さずに、ワロップワロップワロップよりで、絶対ダメ、ワロップグラブスの連名で、連名で。さあ、ということで、皆さん何かありました？はい、ありますよ。あ、じゃあ松井君行きましょうか。はいはい、もう出しちゃっていいですか。いいよ。こちら、サンドイッチ安くしろ。あぁ、ダサい、ダサい。サンドイッチ安くしろ。何、どういうことなのこれは。サンドイッチ近すぎません？確かに。サンドイッチ安いやつで200いくらしますよね。あ、ハムサンドで、いや、卵サンドで多分180円。180円ぐらい。確かにね。で、ちょっと肉入ったらもう250円だそうです。しますね。いや、だから言ってたよ、俺らの同期がさ、まあ金ないやんか、俺らの同期なんか、別に若手芸人やから、なら、ちょっともうお金がないから節約しようと思って、サンドイッチとリプトンのレモンティーだけ、はい、で、もう昼飯を過ごそうで、もうレジに提出したらもう400嘘やろっていう。そうですよ。そうそうそう、それは確かにね。サンドイッチ安くしろってのは、うん、そのもっと安くできんだろってのがあって、うん、あの
パンめっちゃ安くないですか。あ、パンは安い、ね、サンドイッチと比べてパンが安い、ね、いやでもだから食パンのあの端を切るのが難しいんじゃないの。そう、でもそれがもう手間ないやって。マジで、うん、でもランチパックは安いじゃない。ランチパック安いね。ランチパックは、うん、あれはもうあっこだけ作っちゃってんじゃない。そう、いいやつ。マジマジであいつらがあの機械独占してない。ああなるほどね。それそうで、それその使用量を他のメーカーに考える。まあでも確かに気持ちは分かる。サンドイッチ安くしてほしい。他なんかある人。はいはいはい。じゃあ、シンド行こうか。いや、C 社の店員さすがに薬やってるって。お前さ、マニフェストじゃないやつじゃない。これはね、やばい。好きやん、それ。ほんとにやばい。C 社っていうのは水タバコ。ね。水タバコのお店。うん、水タバコの店。殺人現場でしか見ない黄色いテープで囲われてるところがあって。エリアがね。エリアが。なんかしれーっと外国の方が入ってて。もうその言っちゃ悪いですけど、なんかテロの首謀者みたいな。知らん、知らんもん。いや、わかんないですけど。何ラディンか知らん。じゃあでもほんま一回さすがに調査しないとまずい。あそこ一回なんかフラフラと女の子 4,5 人ぐらい入ってきて、うん、で俺らがすいませんもう閉店なんでって俺らだけ返されて、はいはいはい、え、あのグループは何やろってなったよ。ありました、ありました。そう、なんかさすがに、さすがに、なんか開けるっていう空間の中で一番グレースさすがに、確かに集まってなんかまあ、まあ、全部の店がそうじゃないけど、実はこれちょうど俺らしか言えないことなんですよ。確かに、確かに。さあ、他、なんかあるじゃあ俺、ね、じゃあ岡田さん行きましょうか。俺、まず一回高平と喋ったことあるね。おお、はい、あー、わかる。これスケジュール帳いる、うん、マジでもう、もう違う、いるよ。じゃマジで、うん、あのだお前もそうやねんけど、うん、使うやん、うん、で、あのあれはあのやつっていつやったっけみたいな言った時に、うん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 、あ、帰ったらスケジュール帳見て連絡するわ。そう、うん、そう、いや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 その携帯のアプリでやってれば、うん、絶対そんなことないし、うん、そ、今聞きたいから、うん、スケジュールに関するの、うん、マジで無駄やんな、これ。あの、本当に今出先だからってので一番腹立つ。結局アナログの方が早いんやって。手書きで書く方が。ちょ、だから打ち合わせしててとか、だからもうさ、その、じゃあいついつに何しましょうかって、もうドーンやんか、そっちの。だからそれが、うん、ないねんの場合だよ、お前。今ないから。そうそうそう、家にあるって場合あるけど。そう、もうすごい、携帯やったら、あ、ちょっと待ってくださいね、つってさ。こうアプリ立ち上げて、あ、違う、あ、違う、LINE やったとか、もうそのつけ、もうドーンやん、そろそろそらやん、携帯初めて、携帯が、おじいちゃんなだけでしょ、確かにね、携帯のアプリ、絶対僕もアプリします、絶対します、それはそうやな、そう、あの、いい手帳を買うお金で、500円ぐらいでいいカレンダーのアプリが買えるわけ、あー、なるほどね、それはケチ力で、有料アプリ買うじゃないですか。なるほどね。いいアプリだったらもうこんなことないです。もう、うん、まあでも手帳は確かに淘汰されていってんのかもしれんよな。実際に。大人しかいらない。就活生。未だに売ってんのか。パフォーマンスに使うものだから。まあ他ある方。はいはいはい。あ、じゃあ。じゃあ僕の3人じゃ行きましょうか。ずっとね言ってるんですけどね、あのこのベンチのねマイクを切った方がいいんですよ。どういうことか。めっちゃわかる。何ベンチのマイク。ベンチのバレーボールとかでしょ。そう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 。めっちゃわかる。どういうこと。全部、え、うん、え、僕が言ってるのは、うん、代表的にはまずあの甲子園なんですけど、うん、甲子園球児とか、だからバーって映像出ります。例えばホームランとか打ちます、うん、やった素晴らしいってな、実況の人がなんその吸い込まれてくるホームランってやったーみたいなポーズして、うん、ダイヤモンドにして帰ってくるじゃないですか、うん、でも本当甲子園球児の青春というか輝きというか、うん、いいなーと思って、うん、ベンチのところのカメラがあってそこにマイクがついてるわけじゃないですか、うん、でベンチにこの球児が打ったやつが戻ってきてハイタッチするじゃないですか、うん、その声が入るじゃないですか、うわぁうわぁうれしいマジやったぜうわぁクソでぁみたいな、その声がもう入っちゃってんやん、もう急にヤンキーの声が出る。あーなるほどね、もうすごいやなんですよ、僕あれはマジでそうかもしれんな、急に、なんか、ね、映像はいいんですよ、映像だもういいナレーションで裏の感じ、いい感じで、いや、ベンチメアナインと戦っていますっていい声のアナウンサーが言われる、うっしゃうれぇみたいな、うっぶるうっしゃーみたいな、汚ねえ声でヤンキーがね、高校ってバレーボール、バレーボールバレーは結構クリアに入ってるよね、そう、確かに入って、あの監督が、うん、女子バレーの選手をあの、うん、普段下の名前で呼んでる感じで、あー、めちゃくちゃいいやん、みたいな、であの意外と精神論しか言ってないですよ、なんか指導とかバレない方がいいとか、そうそうそう、まあそれはでもほんまにそうかもしれない、やるんすよ、あ、どうかある方、あ、じゃああるよ、あ、じゃあ岡田さん行きましょう、あのコンビニで働いててやねんけど、ね、あのコピー機の質問やねんけど、これをめっちゃわかるけどな、持ってきて、なんか紙持ってきて、これをあのなんか
手帳何なんかいやだから要は B5 にしたいとか B カラーにしたいんですけど送る用のやつにしたいとか知らん知らんまあ知らんすよね本当に知らんから場所は分かるけど中身は知らんと絶対に聞くなそれはでも世直しというかさマジで聞くなクレームやん客へのそういうのな知らんもう分かる分かるマジで聞くな俺あのドン・キホーテでバイトしてた時があって1階と2階でそのまあ、当然なアルバイトなわけやから、うん、全部のものの位置把握してるわけないのよまあねそれをもうノータイムでドアバーンって入ってきて、はい、もうそのまま俺んとこ来て、はい、すいませんあのハサミってどこですかいや一回探せまず一、はいはい、回一通り見てからの質問っていうね夜直しではないけどさあ岡はいはい、はい、あ、死んでいけるいや、こうですね、うん、あの男と女の浮気を一緒にするな全然ほんとにお前だけだよ絶対にさどういうこと男の方が罪が軽いに決まってるなんで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 そうですよそう、男の浮気は絶対能動的な浮気なんですうん自分から声かけてる、はいはいうん、でもその向こうは受動的な浮気なんです女の人の浮気は声かけられ て, られてもう自分がもだって浮気しなければいいだけのこと、うん、ああ断ればいい話しかけてるの、うん、それでもブラマヨの吉田さんがめっちゃいい例えしてたあれなんですかその自転車自分の自転車を、うん、なんかいろんなとこ止めるやん、うん、でも自分の駐輪場にチャリ止まってたら嫌やろそういうことですよ。しくでもそうじゃん。優しく本当そう。いやそうそう。男の方が罪が軽いに決まってるじゃん。普通逆で言われるじゃん。能動的だから怒られる。浮気を一緒にするなじゃあ分かったけど、はいはい、でも浮気はあかんやん。いやだから浮気はあかん。あかんのです。あかんのです。あかんのですけど、最近の流れとしてその女の人の振りはオッケー。オッケーじゃないですけども、うん、ドラマとかでもよく扱われる。まあまあね。確かにね。その女の人の浮気も軽くするから、うん、じゃあ男の浮気も OK にしようかこれをこうしたってことなしにしたわ両方高くするからいけないんだってなるほどねしないとみんな平和なんだそれは俺らはどこに訴え出ればいいのいいこと直せるもんじゃないから暗い調で暗い調で暗い調なんでねえだろじゃあ最後タイトルだけ発表したもんいやだからキングオブコントの決勝っていつ出てくる検索したら出てくるやんいい加減です調べたら出てくる今通信制限なんだけどあれもいいさあもうちょっといきましょうか、はいはいはい、他なんかある方 あ、じゃあまずいきましょう、はいはい、こちら、普通のカレーを食わせろどういうこと普通のカレー売ってるお店全然なくないですかあーポークカレーどうぞポークカレーかな、まあ、例えばココイチやったらココイチ味やもんなあれはもう、ココイチなんてなんかもう具が入ってないじゃないですか、うんうんうん、煮込まれた具はもうほぼない状態だし、うん、あと、まあ、インドカレーとかばっかだし、うんファミマ行ってもバターチキンカレーやとかいやでもあるやろ探したら違う違う違う普通のカレーは作んねん、はい、そうなんですよ自分でそうでも、うん、ある一個だけ僕正解してるんですけど、うん、学校の食堂いやそうですよ、ね、しかないっす学校の食堂にしかない大学の学食にはあるまあでもチェーン店みたいなんで、はい、その普通のカレー出してみたいな普通のカレーを出してほしいなるほどねはい他、はい、あじゃあ岡田さんマジで、うん、2本もそろそろウクレレ入らない。いやいや、それはさ、全然入らへんやん。いや、それだギターの方がまだ入らへん。俺がこんだけやってんのに。いや、さ、お前がなんもの思うやんね、だって。全然ダサいで。ウクレレ入らへんよ。もう、そろそろね。マジで。音楽業界に薄れやがんのダサい。全然入らへんのね。はい、ほか。はい、あじゃあ進化進化虫歯さすがにもう治せろってまあわかるわ俺もそうだガンが治る世界なんですよもう、うん、虫歯ぐらい治るでしょ俺全虫歯だからわかるまあなんか虫歯と風邪はなんかもう治せるって噂あるよねいい加減でお腹が痛くならないとかもあるんでしょ、ね、あ, じゃ あ, あと僕思ったのもうね、うん、バイク事故りすぎあとイエちゃんにパクられすぎマジでいい加減にしてくれ確かになこの2つ治るんだったら放置国家って言うバイク事故りすぎだろほんまにそうやなバイク乗ってて怪我してないやついないし絶対事故るしなそんな乗り物成立してないからイーチャリもパクられすぎだろイーチャリもパクられすぎだろほんまにどんな駐輪場止めてもなんとかならへんのいい加減してもこれ解決してくれ国がさあということでまあそのままあじゃあ松井さん行くはい、うん LINE の位置情報ちゃんとせえいやいや、まあ、今いる場所を送るに確かにちょっとずれるけど押してから一、うん、回自分で調整してくんないと、うん、全然違います俺もいつも分かるじゃん iPhone さ、うん、めっちゃこれくんねんけど、うん、でアップデートどこがどこがアップデートされたの何がどうなったちゃんとそれ言ってくれへんのバグの改善とされたんですよねさあということで
ということでいろいろ出ましたけど、じゃあみんなで最後じゃあ一個ベストを世直しマニフェスト決めましょうか。岡田さんなんか。いやでも、ああ。もうあと8秒よ。あとこれでしょ多分俺。これ？浮気ね。うん、じゃあ男の浮気はもうゼロ。ゼロ。